ユニークな研究や発明に贈られるイグ・ノーベル賞、おしゃべりな人を黙らせる装置を開発した日本人研究者らに授与されました。イグ・ノーベル賞音響学賞を受賞したのは、情報技術を研究している栗原和孝さんと塚田浩二さんの2人です。スピーチジャマー、会話妨害獣は、会話をしている人に向けてわずかに遅れて本人の音声を打ち返すことで喋りにくくする装置です。会話阻害獣、どんな機能があるのか体験してみます。では初めに普通に喋り始めます。ハーバード大学で今からイグ・ノーベル賞の授賞式があります。やっと先生たち2人にお会いすることができました。ボストンはとても青空で、秋晴れのとてもいい天気です。喋りにくいです。こうやって話して、会議などで話が長すぎる人の発言を止めることなどに威力を発揮するということです。